緑のコーン2つにこのようにしてアニスが隠してあります。手前の赤のコーンを入り口としてスタートします。今度は中央の木の幹の根元にこのようにアニスを仕込んでおります。すごいじゃないあなた。2回目と思わない。